イクもあります。大会全体通して全てがいい試合ができたっていうことを本当にチームとしても誇りに思いますし、最後の最後にメダルを取れたっていうことを本当に私たちが今までこのチームでやってきたっていうことが間違えてなかったっていうことを証明する一つの形にもなったのかなっていう思いで、まだメダルはちょっとないんですけど、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。決まった瞬間は本当に勝ったのか負けたのか一瞬判断に戸惑ってしまうぐらいパニックになってしまって信じられなかったんですけれども、やっぱり大会を通していい時も悪い時もいろんなことがあったんですけれども、チーム全員で常に前向きに自分たちのプレーとチームを信じて戦ってきた最後の最後の形がああいう勝ちにつながったのかなと思います。もぐもぐもぐタイムの一番私が好きなのはいちごがすごい、韓国のいちごはびっくりするぐらい美味しくて、結構酸っぱいいちごとか海外だと多いんですけど、韓国のいちごが美味しかったのでそれがお気に入りでした。もぐもぐタイムっていう可愛い名前はついているんですけど、栄養補給がもうのための時間なので、と作戦会議のための時間なので、エネルギー切れをしないように私は常にゼリーを、飲んでました。地元への思い、メダルを持って帰りたいと思えばすごく強かったと思いますが、設立してからの思いを振り返ってお話聞かせてください。はい、18で北見市を一旦離れて青森に行って24で戻ることができたんですけど、もう戻ってくるなって言われると思って青森から出てまた北見市に戻ってくることができて、そしてその後にこんなに可愛らしい後輩たちと出会えて、でさらに一番本当に私が感謝すべきところは、やはりチームが活動するには活動資金っていうのは本当に必要な、強化するにあたってもとても大事なものでした。それにおいて勝つためにお金を出すんじゃなくて、この地域で応援されるチームであってほしいから応援するっていうふうに賛同してくださった、北見の8社さんがスタートになっていることも決して忘れませんし、そのスポンサーさんたちも現地に足を運んで私たちよりも先に多分泣いていたのも確かでしたし、私が18で北見を出た理由として北見ではカーリングは続けられないっていうふうに言われて、私も藤沢も北海道をちょっと泣く泣く出るような形にはなってしまったんですけど、やはり出た先の青森でも今のカーリング、このチームのカーリングスタイルというのはやはり地域に根付いたスタイル、それは青森で教わったチーム作りでもあるので、一旦北海道を出て勉強させていただいて本当に良かったっていうふうに思ってます。